おはようございます。今は11時半ぐらいで1時間ぐらい授業して終わったんですけど、この次の授業までちょっと間が空いてて、その間に交換しないといけないものがあるので、ちょっと行ってきたいと思います。紅葉はかなり散ってしまってスカスカです。あ、綺麗な黄色いところもあるんですけど、この辺はスカスカ。あの上今日めっちゃ寒いです。来週雪降るらしいです。5度とマイナス1度って書いてた。今日はまだ暖かい方らしいんですけど、それでもやっぱり風が強いからめっちゃ寒いです。帰る前に今私が着てるこの上着を洗濯屋さんに預けに行きたいと思います。もう外出たついでにね、持って行こうと思って。去年買ったんですけど、やっぱ白いから汚れが目立つなと思って。匂いアーニャニクンじゃなくて、これを色部分ちょっとトローガジマヤンチョグロねねねおしゃがちょっと성함말씀해줘아네알겠습니다寒くないのって言われたけど、家すぐだから大丈夫ですって言いました。仕事が終わって、今日上げる動画の修正をしているところです。動画の保存も終わったので、今からお昼ご飯を食べます。さっきパンちゃん買ってきたんですけど、それともう卵焼き。だし巻き卵で簡単に済ませようと思います。今日の動画の設定が終わって、もうすぐアップロードしようと思います。で、ショート動画を今編集中なので、それをやってからご飯炊いて買い物に行ってこようと思います。市場に行ってきます。市場に来ました。おばちゃん퇴근하고시장에왔어요。여기가싸대새로생겼잖아다없는데많이팔린다어그러네싸니까여기가야블루코리500그거두개사야돼두개정도사가야겠다연시도파니블루코리두개사야돼야이거패드도다섯개천원GS でクーポン使います。안녕하세요。5000원クーポン아니야또또또또또그거아니음식이너아그래아니이거맛있다고들었어생선생선아니필요없어이거하나만맛보고소스도만들었어다만든지없어
짜기 맛있게 했네. 맞아. 오빠랑 요리로서는 좀 짠 것 같아. 일본엔 남자가 더 맛있어. 소스가 맛있냐? 뭘 넣었어? 간장에 달달하고 짜고 참치에게 설탕도 넣었지. 가라 만든 배 그것도 넣고 와인에 말쩡이 맛있다 해서. 荷物がいっぱい届きました。おばちゃんが頼んだトッポッキの材料。三玉菜かな。お肉。これがソミュー油んで、なんて言うっけ。日本語で。柔軟剤。これは柔軟剤なんですけど、抗菌も 99% してくれる柔軟剤で、匂いも結構いいし、普通の柔軟剤もあるんですけど、タオルとか洗濯するときに、主にこれを使って、ちゃんと菌を取るようにしてます。なんじゃこりゃ。おばちゃんが勝手に頼んでますね、また。洗顔チョンって書いてるので、私が好きな生姜のお湯に溶かして飲むやつあれじゃないですか。多分あれですね。最後に、私がまたまた頼んだやつです。前も動画で紹介したこと何回かあるんですけど、乳管のこれはヒアルパワーっていうやつで、これは全然広告とかじゃ今はないんですけど、ほんまにこれを飲むと肌の乾燥がかなりマシになるのはもちろんなんですけど、目のなんか乾燥とか目のごわつきっていうんかな、あれがすごくマシになるんですよね、これ食べたら。なので私の体に合ってるみたいなので、毎日一つずつ食べております。おすすめです。これ韓国らしいんですけど、またこれ頼んだらおまけで1つか2つついてきました、ダブルパワーが。人多すぎて全然席空いてなかったので、別のカフェに向かってます。クーポンはまた別の日に使おうと思います。こんにちは。洗顔茶を頼みました。夏目がいっぱい入ってます。今
まあ誰もさここの部屋にいないからちょっと話したいと思うんですけど、騒音問題に関して動画で何回か喋ったことあったと思うんですけど、最近ちょっと面白いことがありまして、それを簡単に話したいと思います。前住んでた上の人がすごくうるさくて悩んでいたっていうのは動画で話したことがあったと思うんですけど、その方が引っ越しをして新しい夫婦が来てからはすごく静かになったんですよ。でも2ヶ月ぐらい前から夜中の1時から朝の5時ぐらいまで、もう本当に何回も何十回もゴン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 っていう音が続いていて、本当に不眠症になったんですよね。これはインスタで話したことあったんですけど、何回か管理事務所の方に話してうるさいですっていうことを言ったら、全体メールを回してくれて、で1週間ぐらい静かになることあったんですけど、またうるさくなったんですよね。本当に寝れなくて私で、うるさすぎて事務所の全体メールで静かになって、それの繰り返しやったんですけど、どこの家かわからないまま2ヶ月過ぎて、で最近またひどくなってきて、もう私も寝不足が続いて我慢できなかったので、おっぱちゃんに静かにしてくださいっていうこの紙を作ってもらって、エレベーターと外に貼ったんですよ。ほんならそこに他の家の方が、私も同感です、ほんとうるさい、静かにしてみたいなコメントがめっちゃ書いてあって、あ、私だけ悩んでるんじゃなかったんやなみたいなことがあったっていう、ちょっとそんなことがありました。だから私だけがちょっとなんか空耳みたいな感じで、もうちょっと頭おかしくなったんかなとか一瞬思ったけど、私だけじゃなくて他の家の方もうるさくて悩んでたみたいなので、よかったです。家に帰ってきてお肉を焼きたいと思います。おっぱちゃんは外で食べてきたらしいので、私一人で食べます。오늘의저녁잘먹겠습니다.